ンダーチェンジして、それで割とわらをもすがる的に凍らせてた。それで出来がいいなとは自分たちで思ってたのね。でもそんなのってさ、そんなすぐ広がるようなことじゃないわけじゃない。いっぱい私たちコマーシャルをやってたわけでもないしさ、なんか雑誌とかのなんとかにいっぱい出るとかそういうのもなかったし、まあ優先回りしてたぐらいだからさ。レベカっていうのバンドだって知らなくて。あ、そうだよね、バンドなんてなかったよね。どこのことレベカだった。デビューして1年間ぐらいその売れなかった時は結構あるんですよ。トラック移動とか、やっぱりさ、夜行でとかさ、九州から東京までぶっ通して車に乗ってそのまま走ってくるとかさ、1日半かけてとかさ、それを週に何回もやってたけど、ボロボロ。私今だったらあんなに追い詰められないような気がする。うん、なんかね、すごい追い詰められてたの。うん、このままどうなっちゃうんだろうみたいな、右も左もっていうか、本当にそういう感じだったからね。こんなことやってて本当に仕事になるんだろうかとかさ、もしもこのまま例えばどっかの国に売り飛ばされても分かんないなとかね、そういう感じも考えた時もある。岩がもうこの辺ぐらいまでこう来てて、から前側のぐらいだけ。こっから見てだよ。後ろから見た人は。モニターが OK だったら一回エレベーター乗って下降りてもらって、はい、上がって出るという、その都度がどっちかだね、はい、見させてください。なんだよ、こういう状況になるよっていう。なんだよ、いろいろあんだよ、準備が。はい、なんかどうか OK、 じゃあ上に、はい、でそこのですね、ストリングスだけの間をですね短くするか、ちょっと短く。あ、イヤホンなしでやるか、やってみる。はい、あThank you.
ね。怖いよね。ちょっと怖いなっていうの。怖い。頭のキャンキャンのところは天井のやつじゃないか。今のは客席に入っての。重厚に。頭に出てくるところはね。出ないっていうのが原則に。ちょっとわかんない。角度はもっと例えば左手をもっと上に上げてる。出てるよ。ちょっとこっちを。最後のハケはビリリリリって言ったらもう人間に戻っていいですかみたいな。だから最後まで銃を袖のところまで行くまでは。こういうふうになってこういうふうになって。